はい、こんにちは。宝塚にあります中華料理シーファンの松本です。今日はニンニクシリーズ第2弾お届けしたいと思います。今日お届けするのはレタスのニンニク炒め、レタスとニンニクだけを使った超シンプルな料理ですが、手際をきっちりしないとべちゃっと美味しくできません。今日はお家の道具で作ります。お家の道具でシャキッと炒まるレタスのニンニク炒め、どうぞご覧ください。レタスのニンニク炒めのポイントは3つです。1つは下茹でをさっとすぐにお湯から引き上げて火を通しすぎないことです。2つ目、よく、失敗してしまうのが、フライパンの大きさに合わない量を作ってしまうこと。ちっちゃいフライパンでたくさんの量を作るには火力が足りなくなって、どうしても時間がかかってべちゃべちゃになってしまいますので、そのフライパンに合った量を作っていきます。はい、ポイント3つ目です。ニンニクは超弱火でゆっくり炒めて火を通していきます。決して慌てて焦がさないようにしてください。はい、今日はねレタス半分使います。芯のところを取っていただいて、手でね、一口大ぐらいになるようにちぎっていって、水でつけておきます。はい、あとねニンニク、大きなのを3粒使いましょう。はい、これも包丁で叩いてみじん切りにしていきます。今日はねもうこの2つだけです。とってもシンプルなお料理。シンプルだからこそね手順が大事です。細かく切っていく。では今日もね合わせ調味料方式で作っていきたいと思います。まずボウルにお水、お塩、お砂糖、お塩よりも少し少なめですね、胡椒、はい、中華のガラスープの素少々、オイスターソース少々です。はい、片栗粉です。出しちゃいます。はい、この合わせ調味料の目安はまずお塩がしっかりと、味が入って、その後お砂糖で少しまろやかになる、そんなバランスで、作っておきます。はい、フライパンにたっぷりのお湯を沸かして、沸きましたらサラダ油少し入れます。はい、その後お塩を少し加えます。はい、そこにレタスを入れます。はい、もういいです。すぐにザルにあげますよ。油を加えます。大さじ2杯ぐらいですね。はい、そこへニンニク、
炒めていきます。弱火でしっかりと火を通していきますよ。はい、しっかり炒まってきました。ここからです。仕上げていきますよ。もう一瞬で終わります。火は、はい、強火に変更します。はい、湯がいたレタスを入れて、はい、合わせ調味料を入れます。はい、仕上げにごま油を少々。はい、レタスのニンニク炒めの完成です。一瞬で出来上がりますね。そのためにしっかりと準備をして、作っていきます。夏バテしないようにお肉なんかを食べる機会も増えると思いますが、これをこういう風にしてニンニクと炒めて一緒に食べることで、栄養満点になりますので、どうぞお試しください。はい、いかがでしたでしょうか。ニンニクシリーズ第2弾目、今日はレタスと、レタスのニンニク炒めでした。動画がお気に入りになりましたら、ぜひチャンネル登録してこれからの先もずっと見ていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。